オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。では早速お聞きください。 Bonjour, c'est 大輔 professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは、アンサンブルアンフランセフランス語講師の大輔です。お元気ですか？いつもアラカフェットを聞いていただきありがとうございます。実はこのアラカフェット、今回で第400回を迎えることができました。皆さんのフランス語学習のお手伝いができるように、担当講師一同毎回どんな風にすればわかりやすいか、どんな話をすればフランス文化に興味を持ってもらえるか、皆さんのことを想像しながら試行錯誤してアラカフェットを作っています。これからも頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、11月も半ばになり、いつの間にかもう晩秋になりました。この晩秋、フランス語ではアリエルセゾン、後ろの季節と言います。だんだん日も短くなってきましたが、今日11月19日のパリの日の出の時間は8時6分、日の入りは17時5分と、太陽が出ている時間が9時間にも満たないんです。夏時間が終わる最後の日、10月30日は、パリの日の出は8時35分でした。遅いですよね。年末年始はもっと日の出が遅く、8時40分くらいまで真っ暗です。パリの緯度は48度と、北海道の稚内の45度よりも北にあるため、夏と冬で昼の長さが極端に違うんですね。日が短いので気分が塞ぎがちになりますが、こういう時は枯葉が積もっている公園のベンチなんかで、C'est une chanson qui ne ressemble と、Les feuilles mortes なんかを歌うと気持ちがいいですよ。歌は話し言葉に比べて発音を大げさにするので、歌手の真似をしてみると発音のとてもいい練習になるので、歌が好きな人はぜひ真似てみてくださいね。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、アンサンブルが推奨する学習方法についてご紹介いたします。留学や仕事などでフランス語圏で生活していて、帰国してからもフランス語のレベルをキープしたいという方に向けた学習方法です。それでは早速、本日のフランス語レッスンを始めましょう。コロナ禍になって以前に比べてとてもよく耳にする、目にするようになった単語があります。Une quarantaine。 検疫や検疫の隔離、検疫期間という意味で使われますよね。本来の意味は40、約40で、どうして検疫という意味で使われているかというと、昔は検疫期間が40日間だったことに由来しています。英語でもほぼ同じ綴りで、クアランティーヌと言いますよね。
空港や国際的な港に行くと目にします。mettre 人または物 en quarantaine というと、〇〇を検疫隔離するという意味で使います。例えば、私は検疫隔離しなければなりませんというときは、Je dois me mettre en quarantaine. Je dois me mettre en quarantaine. Je dois me mettre en quarantaine. と言います。40日間という意味はここにはありません。このキャランテーヌ、コロナ禍で新しい言い方も登場しています。コロナウイルスのパンデミックが始まってから14日間隔離するのが一般的になったため、14という数字を使って、une quatorzaine、une quatorzaine、une quatorzaine。14日間の隔離という言い方がフランスでは新たに使われ始めました。14 jours de quarantaine だと確かに長いし、40なのか14なのかややこしいですもんね。この mettre 人 en quarantaine という言い方、実は別の意味もあって、人を仲間外れにするという意味もあります。あんまり使わないでくださいね。さあ、今日はこのキャランテーヌを使ってコロナウイルスとは全然関係ない別の表現をご紹介します。フランスではよく年を重ねる、良い年の取り方をするという考え方をすることが多く、僕も良い年の取り方をしたいと思っていますが、まだまだ理想のダンディーさには程遠いです。お腹周りだけはどんどん豊かにはなってますけど、中年になると親父ギャグを言ったり何やらいろいろ考えてしまうんですよね。この中年期を迎えた人が経験するアイデンティティや自己肯定感の変化のことを中年の危機なんて言い方をしますが、ご存知ですか？中年期に特有の心理的変化や不安障害などのことを言います。英語ではミドルエイジクライシスと言いますよね。この中年の危機、フランス語では先ほどのキャランテーヌを使って La crise de la quarantaine、 La crise de la quarantaine、La crise de la quarantaine と言います。コロナ禍でキャランテーヌというと検疫という意味の方が先に思い浮かぶ人も多いかもしれませんが、キャランテーヌという言葉はもともと40、約40という意味ですから、La crise de la quarantaine は40代の危機で中年の危機という意味になります。検疫が人で溢れかえって手がつけられなくなる検疫の危機ではありませんので注意してください。中年の危機はキャランテーヌを使わずに La crise de milieu de vie、 La crise de milieu de vie、 La crise de milieu de vie、 人生の中間の危機とも言います。人生の中間のというのがちょうど中年という言葉と一緒ですよね。決してこの中年の危機という言葉はいい意味の言葉ではありませんが、フランスでは素敵に年を重ねるという考え方をするので、年を重ねる上での話題の一つとしてどこかで耳にするかもしれません。あまりこの表現を使う機会は多くないかもしれませんが、
年を重ねる上で避けては通れないこの中年の危機、ぜひ覚えておいてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがアンサンブルが推奨する学習方法についてご紹介いたします。留学や仕事などでフランス語圏で生活していて、帰国してからもフランス語のレベルをキープしたいという方に向けた学習方法です。現地でたくさんフランス語を話していても、帰国してから使わなければ、次第に忘れてしまいますよね。現地にいた時と同じように、できるだけたくさんフランス語を話す、聞くことが大切です。その1、できるだけたくさんの時間、フランス語に触れていられるように、フランスのラジオ、ニュース、映画などをたくさん見たり聞いたりしましょう。その2、フランス語を話す機会を増やすためにレッスン回数を増やしましょう。そしてネイティブ講師とレッスン中にはできるだけフランス語だけで会話しましょう。その3、フランス滞在中、実は文法を間違ったまま理解していた、間違った表現をずっと使っていたということが多いので、講師と一緒にもう一度文法を再確認しましょう。その4、フランス語を学び続けるモチベーションを保つため、資格取得や試験に挑戦してみるのもいいですね。アンサンブル・アン・フランセは皆さんのフランス語学習を全力で応援しています。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。